すごいなみなさんこんにちはモリアリですはい今日はねあのー、ちょっと2本立てにしたいなと思うんですけど今わかるこの感じちょっと待ってねダンおダンおおダン はいということで、盛りあり、照明を買いました。はい照明を買いました。照明を買いました。えっと、照明ね、ちょっと待ってね、箱がね、そこにあるんだ。よいしょ。じゃーん、この照明を買いました。これね、みんなね、なんかいろんな YouTuber さんが使ってて、であのオフィスにもこの照明があって。 私だけですかねすごくオーブがめっちゃ飛んでいてあの本当に怖くてスタジオとかによく幽霊とかはなんか現れるっていう,もう昔のスタジオとかはあるんですけど照明を動かしてもいないんだけどこんな感じになっていてすごくどうしたらいいかわからなくて今その部屋で編集している途中なんですけどあのあまりにも。 なんか虫かなって最初思ったんだけどオーブが飛びすぎていてちょっと照明を使う時はマジで注意した方がいいなと思って本当に本当に切実に今マジでビビってます当て具合ですねおここまでは当たるすごいな私もこうやってつけたり消したりとかしていたのでちょっとあの照明のね 電球がちょっと飛んだりとかしたのかなってなんか思うと思ったんですけど触ってもいないときにこうプーンって飛んでるから本当に怖くてガチなんだなって感じてますあ五5個になってるこれですねこれ55であこんな感じだとちょっとナチュラルなあのそんなにこう持ってるというか照明当ててる感もなく撮れてるかなと思いますでこれ本当に消してみますよこれ全然違いますよねやばい 10分ほど撮っていたんですけれどもやっぱりここら辺でもオーブがちらっとしてますねであの最後の方をパネルを見せるところら辺で最後オーブが切れるんですけどその時は私ゴソゴソいじってるだけなのでちょうどここの上ら辺ですね飛んでますねもうなんか本当にマジで夜怖いからあ本当に嫌だって感じになってます でここからはあの最後まで見てみたんですけどオーブは現れなくてあのそうですねあの窓側だったりとかするのでちょっとなんだろうなあの部屋の中でも寒い場所ではあるんですよすごくここだけ暗いなと思っている場所ではあったのでなんかすごい普通に単純に。 怖くなってます今いやーなんか普通に私ちゃんと照明のレビューを頑張ってこんな感じで一生懸命やってたんですけど照明のレビューはできない感じであのオーブに集中してしまってただのちょっとしたあの映り込んでしまった動画になってしまいました。 ということで、モリエリでした。バイバイ。本当、あるのとないのと全然違うわ。あ、すごいな。んおお。あ、うん。うーん、当て方だな。多分な。